僕の名前は流川隆夫。法の裁きから逃れた外道を狩る拷問ソムリエの見習いです。拷問ソムリエとは実は世界中に存在します。間もなく感電した。最後の懺悔なら聞いてやるぜ。今宵は凄まじいメンバーのこともお伝えしたいと思います。さらに知られざる伊集院先生のことを少し紐解ければと思ってます。武闘派ヤクザとの因縁も。では、外道が行った罪を引用し、それを懲売にして返す、それが拷問ソムリエです。お酒が飲めない社員に一気飲みを強要した IT 社長がいました。すみません、私お酒は親から禁じられているので。断るんだ。だったら庶務に転属ね。無理やり飲んだ女性が意識を失ったにもかかわらず放置。社長、やばくないですか？起きたら帰るだろう、ほっとけ。急性アルコール中毒で孤独に道端で死んでしまったのです。そんな外道にはテキーラと硫酸が混ざった液体を一気飲みさせます。先生、こちらが指示通りに調合した死のテキーラです。ご苦労。ほら、しっかり飲めよ。無理やり飲まされる地獄をたっぷり味わってもらい、しっかりほふらせていただきました。教え子を車で誘拐し、助けてお父さん、怖いよ。うるさい、静かにしろ。好き放題蹂躙した挙句、殺害に追い込んだ中学生教師もいました。お前らは誰だ。これは拉致監禁だろう、犯罪だぞ。貴様が自分の生徒にやったことをしただけだ。先生、汚い口縫い合わせましょうか。その外道は性根から腐りきっていました。さあ、断罪の時間だ。そこで先生が選んだ拷問は石打ち刑。貴様に罪の重さを思い知らせてやる。ルカワ、はい、肩のウォーミングアップは十分です。僕は拳次第で投げやすい石をたくさん調達いたしました。そしてそれを全力で外道に向けて投げつける。ちなみに先生の投げる石は140キロ前半は出てそうでした。さらにこの外道は被害者女性のみならず、貴様が今までに毒牙にかけた生徒は何人いる。正直に答えたらこの罪は許してやろう。20人です。なんとあまたの人間を殺めていたのです。いいだろう、貴様の罪を許してやる。なんで石を拾ってるんですか。私が許すと言ったのは最初の1件のみ。あと19人分の石が残っているだろう。外道教師が殺めた残り19人分の苦痛、とても償いきれないでしょうが、可能な限り苦しんでもらいました。伊集院先生には足音がない。一旦アキレス腱両方切りますね。あなたに生きる価値はありません。先生はあらゆる武芸を収めておられますが、暗殺のため音を消す能力が非常に高いのです。ですのでボディーガードも警護対象者を先生から守ることは至難の技。護衛は2名、足音がない茂雄にとってはいないに等しい数だな。外道を守ってんじゃないよ。気がついた時にはアキレス腱を切られています。あ、そうそう、ボディーガードのことも我々は調べます。外出時は常に護衛がついているのか。つけ入る隙はある。守っている人間のゲスの所業を知りながら金のために警護している場合、外道を守るんじゃないよ。我々はアキレス腱を容赦なくもらうのです。世界中にいる拷問ソムリエ。拷問ソムリエは伊集院先生のみならず世界中で暗躍しています。まずはルーマニアの拷問ソムリエ、ミスター・ダリウス。彼は本物のワラキア貴族の末裔という異色の拷問ソムリエです。さあ、罪を食いながら地獄へ行くがいい。串刺し系を専門に行うミスターは処刑をつまみに赤ワインをたしなむそうです。アシスタントもなくたった一人で串刺しを完成させるミスターはまさに達人。以前一人アシスタントがいたらしいのですが、責務の重さと凄惨な現場に心が潰れたとか。またかつてフィリピンの JJ さんにお世話になったこともあります。表向きは牧師として教会で働く特殊な拷問ソムリエです。牧師さん、今日テストで90点取ったよ。あと10点取ったらおじさんがデートしてあげよう。フィリピン武術狩りを極めている彼は、それおねんねにはまだ早いって。その鍛え抜かれた肉体から金属バットで外道をいたぶることを得意としています。伊集院先生と天羽組との因縁。我々が戦う相手は裏社会の人間であることが多く、伊集院の旦那に頼まれたら断れません。すまないな、兜。故に先生は闇に生きる人間との接点も濃いのです。武闘派極道の天羽組もそのうちの一つ。彼らが張り巡らしている犯罪組織の情報網は一級品。拷問ソムリエとしては犯人特定のために必要な力です。しかし彼らもヤクザ野放しにしておくと何をしでかすかわからないのも事実。時に兜、人道に外れたことはしていないだろうな。もちろんです、旦那。伊集院先生は常に彼らに睨みを利かし牽制しています。ルカは地獄を見せるぞ。了解しました。もし人の道に外れようものならきっと先生は容赦はしないのでしょう。先日標的の外道を捕まえに行った際、隣のあいつは確か天羽組の須永。天羽組の中でもトップクラスの武闘派須永さんに遭遇しました。チタンが埋め込まれた歯で次々と相手の頸動脈を噛みちぎる強靭と聞きますが、先生は彼の背後を取りました。足音がありませんので。須永、振り向いたら殺す。伊集院の旦那、何事ですか一体。しかし須永さんも武闘派、そのまま引き下がるなんてことはありません。旦那、俺ら相手が誰でもやるときはやりますから。先生、真っ昼間だろうが寝込みだろうがいつでもかかってこい。死ぬ覚悟ができたらな。星占い再開の日は俺はバトルしねえんだ。腹の傷も開くしな。狂人のオーラに僕は正直ビビってしまいましたが、先生の先は別格だったようです。実は先日同じく天羽組の武闘派日本刀の和中さんと先生が激突しました。伊集院の旦那、ここはさすがに譲れませんぜ。和中、てめえが守ってるのは外道だから。死を司る者同士、壮絶な修羅場になりました。このお話についてはまた後日。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマにこれからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。